こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。香港問題で西側諸国が脱中国へと舵を本気で切り出した。米国はもっとも早くから脱中国を行ってきた。また台湾への支援も近年力が入っている。台湾への戦闘機売却が決定した。それも数を聞いて驚く。小さな国ではないのだが、一気に66機もの F-16 戦闘機を調達することになった台湾だ。では、この台湾について今回の売却の詳しい話をしていきますね。2020年8月14日、アメリカの国防総省、ペンタゴンは同国の航空機メーカーであるロッキード・マーチン社に対し、F-16 の最新バージョンである F-16V 戦闘機の90機の受注を与えたと公表した。今回の F-16V 戦闘機の90機は、総額で約6兆2000億円の契約となっており、1機あたりの平均単価は約69億円相当の金額となり、絶対的な安価とまでは言い切れないが、比較的にリーズナブルに感じられる。今回の F-16V 戦闘機の全90機の内訳としては、昨年2019年に明かされていた通り、66機が台湾向けであり、残りの24機はモロッコに輸出される機体となるものと予想されている。例によって台湾を自国領だと主張する中国は、こうしたアメリカの台湾への武器輸出を激しく非難する声明を出しているが、アメリカと中国の対立姿勢が鮮明になる中、ようやく実現した感も否めない。 F-16V 戦闘機は同機のシリーズの中では2015年に登場した最新型で、ハールもののいわゆる第4世代戦闘機をアビオニクスやレーダーセンサー類の増強を施した 4.5 世代機に相当する機体だ。実際のところ、台湾もできることなら第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の導入を推進したいところだと思われるが、費用の面やアメリカの政治的な思惑を前に妥協せざるを得なかったのだろう。ここ最近のロットでは、随分1機あたりの単価が下落してきていると言われる F-35 ライトニング2ではあるが、日本の A、B 型の平均調達価格でも約120億円程度と、今回の F-16V と比べても 1.7 倍以上はする計算だ。これに加えて、これまで中国をいたずらに刺激することを避け続けてきたアメリカは、たとえ費用の面は抜きにしても台湾に最新型の兵器を供与することを良しとしない方針だと見られ、台湾の選択肢は限られていた。アメリカメディアのブルームバーグ氏は、くしくもアメリカがこれまで台湾に戦闘機を売却したのは1992年以来のことだと指摘しており、その時の戦闘機が現在も台湾空軍の主力の F-16C-D だったとしている。
今回の F-16V 戦闘機66機は、2023年に、まず2機が先行して引き渡され、以後2026年までの4年間で、全機を納入すると見込まれており、圧倒的に、優位な中国軍に対し、一定の抑止力足り得ることが期待されている。現実的に見て、中国と台湾の軍事バランスは、もはや台湾がイニシアチブを取ることは、不可能なほど引き離されていると見る向きが、大勢を占めており、正面からの軍事衝突で、台湾が対抗するには無理がある。このことは、当の台湾自身が、最もよく理解しており、強襲揚陸艦などを、多数就役させて、台湾への武力侵攻を辞さない態度を見せる中国に対して、その上陸を困難と判断させる一手段だと捉えているようだ。台湾は F-16V 戦闘機66機のすべてを台東市郊外の台湾空軍志高基地に集中配備するとみられており、台湾への上陸作戦を視野に入れている。中国軍に対してこれを抑止する航空戦力として運用する見込みといえる。ただ日本などと異なり、これまでの常に中国からの脅威に直面し続けている。台湾の考え方は非常に現実的で、これら F-16V 戦闘機66機で中国軍を撃退可能ではないが、少なくない犠牲を強いることを目指した戦略だ。これは、実は、中国軍にも言える考え方であり、相手を屈服させられるだけの戦力を有すると誇示することで、老説台湾を併合、中国の言い分では、統一を期としており、実際の戦闘までには、未だ距離はあるだろう。ただし、全面的な軍事衝突とはならない、突発的な戦闘が発生したとしても、台湾側に明るい部分が少しは残されている可能性もあり、それは今回の F-16V 戦闘機などに見られる兵器の質の高さだと思える。これは数と質の両面を強化している中国軍とはいえ、世界中で実戦経験を積んだアメリカの兵器の方が、現状は信頼性や精度で上回ると考えられるためで、いざという場合に中国の兵器が機能するのかは心もとないからだ。引き換え良くも悪くも、アメリカは戦闘機やそれに実装するミサイルを実戦で運用した豊富な経験値を重ねており、局地的な衝突程度なら兵器の質の高さでしのげる可能性は高まるだろう。アメリカが台湾に対して最新の兵器を供与しない方針なのは、1982年に米中両国間で取り交わした合意内容に基づいての政治的な判断からだが、このまま米中対立が激化すれば、また変わるかもしれない。しかし、台湾統一に意欲を見せる中国によって、もし仮に台湾が占領されるような事態に陥った場合を想定し、現時点での最新兵器たる F-35 ライトニング2などをアメリカが供与することはないだろう。台湾が今の香港の二の舞になることがないように、個人的には隣国である。日本ももっと台湾への直接的な支援ができないものかと思えてならないが、個人が考える以上に中国経済への依存は根深いと思える。